最後のアドバイスとしては、えー、いいお友達を作って、えー、世界を広げていくこと。ということは、つまり、えー、と、周りにいるお友達を助ける。いい勉強をしながら、うん、いい勉強と言わないですね。えー、と、勉強を一生懸命しながら、えー、いろんなことを試してみて、お友達を助けていく。で、 普段からいろんな人のことを助けていると困った時にみんながきっと助けてくれるで。できるだけいろんなカルチャーに、えー、触れるといいと思います。